最も有名なギリシャ神話としては、魚座は美の女神アフロディーテとその子エロースであるとする説です。アフロディーテとエロースがユーフラテス川に遊びに行き、川で水浴びをしていたところ、神々をも恐れさせる怪物ティフォーンがやってきてしまいました。意中の神は川に飛び込み、魚に化けて逃げることにしました。この際に離れ離れになってはいけないということで、お互いをリボンで結びつけていきました。2匹の魚がリボンで結ばれている魚座の姿はここから来ているのです。また別の神話もあります。ある時、鳩の卵が川に落ちてしまいましたが、川の魚が助け上げてくれたのです。その様を見た女神アフロディーテが魚の姿を天に上げ正座にしたのです。またギリシャではありませんが、こんな神話も伝わっています。シリアにデルケ島という名の女神がおられました。デルケ島はある時誤って湖に落ちてしまいます。そこへ湖の魚が一斉に集まり、デルケ島を助け上げてくれたというものです。この時助けた魚の親魚が南の魚座となり、他の子供の魚たちの姿が魚座になったというものです。また神話ではないのですが、魚座を表す2匹の魚をつなぐリボンは実はチグリス川とユーフラテス川を表し、メソポタミア文明の発展を表すという話もあります。